さんこんばんばは、えー、今日はですね、えーまあ、漠然としたテーマ、うんあのーまあ、色とかそういう映像の問題、えーまあ、そういうイメージ的な話っていうのを、えーまあ、ビジュアルなしのね動画なしのこういう音声だけで伝えるっていうのは結構難しいんですよ。で、まあ、お題としてね「色域」という、えーまあ、言葉をテーマに。 ちょっと天体写真を語ってみたいなと。まあ、いつもぶっつけ本番なんですけども、えー、思います。えー、色域というのがですね、えー、やっぱりここ最近、えー、ちょこちょこ頭の中によぎるんですよ。えー、単純に色相サイドのあのサイドスライダーを右、つまりそのプラス側にスライドしていけばいいというもんじゃないんですよね。えー、結局そのサイドを上げていくということは、えー、まあ、 RGB の、その、まあ、要は主張する部、まあ、各々が主張する部分、えー、赤だ、赤い星雲だったら、まあ、赤の部分がどん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  G と B と引き離れていく。で、えー、結果として、えー、まあ、鮮やかな赤、赤の星雲になるということですね。でそういった、えー、スライダー操作だけでは、その敷行のその高さ、 うん、純度とかね、そういう高さというものは、えー、ちょっと到達できない、えーまあ、限界みたいなものを、えー、ここ最近のその冷却 CCD とか、まあ、デジカメンも含めてですけども、えー、日本の,その天体写真の、えー、作風とか作品の中で限界みたいなものを感じるような気がしています。はい、なぜ、えー、光を集めるということが、まあ、最終的な答えになってくるんですけども、 まあ、それをどうやってね、光を多く集めるかということは、人それぞれその、まあ、露出時間いっぱいかけたりとか、私のように同時撮影をしたりとか、F をもっと明るい光学系を使うとか、いろいろあると思います。まあ、CCD の感度の高いものを使うとかね、いろいろアプローチはあると思います。うん、で、えー、光を集めた上で、まあ、その処理素材をですね、やっぱりまあ、 今、えー、一般的にね、その冷却、モノクロ CCD を使っておられる方というのは、えー、基本的には、まあ、LRGB、えー、というものをベースに、えー、処理をしていくというふうに仮定するんであれば、やっぱりこの RGB というのは省略、えー、されてしまいがちなんですよね、うん。色のチャンネルというのは改造はあまり必要とされず、えー、そのなるべく短時間でサッと撮ってしまう。 いうことですね、まあ、かぶりとかそういう色っていうのはね、やっぱりその、フラットが合わなかったりとか、そういう問題も抱えてますんで、できるだけ条件のいい時に、1枚ないし、2枚でさっとこう、取ってしまうということ。で、L というのは、やっぱりその、解像度とか、SN というものを左右しますんで、それはたっぷり取りましょうと。ね。10分とか5分を10枚、20枚取ると。で、後でコンポジットして滑らかにする。うん。 で、まあ、そういう方法でね、まあ、RGB、色チャンネルというのは、さっと撮るというのが、まあ、基本で、今までこうやってきたんですけども、うん。限界というのがね、やっぱありましたね。それは L の限界かって言ったら L の限界じゃないですよね。L というのはね、そこそこ腰が強くて、比較的こう、ダメージの強い処理に耐えるんですよね。うん。なんで、もうちょっとこう、L 画像的には、えー しっかりこう出すというか、まあ見せるというか、コントラストを高く表現したいという気持ちはある一方ですね、RGB、まあ、つまりその AB チャンネルですね、の方は基本的にやっぱり短時間録音ですんで,で、RGB フィルター被ってるからね、その露出倍数ってのもまた違いますんでね。で、映りが悪いからザラつく。 で、ざらついて、なおかつ、スタックの枚数も2枚とかですので、ザラザラの状態でどうそれを料理するかというのが、まあ、一つの、えー、モノクロ冷却 CCD を使っている方々の腕の見せ所なんですよね。はい。で、えー、そういうザラザラの画像を、まあ、私であれば、フォトショップのそのカメラローとかで、スライダーを右に振って、えー、まあ、カラーノイズを低減するわけですけども、 本来、えー、あるべき姿かって聞かれたときに、やっぱりね、そうじゃないんですよね。うん、本来あるべき姿ではないと、えー、私は思います。ある程度の強調までは、えー、それが許されるんですけども、えー、それ以上の、えー、見せ方、うん、とにかくこう超淡い星雲を、ね、出しに行ったりとか、うん、そういった攻め方をするときに、えー、不十分なんですよね。うん 不十分っていうのは、ものすごくこうシビアな目で見た時の不十分であって、それで例えば、え、まあ作品ができましたとかね、そういうレベルだったりとか、え、まあ、フォトコンテストに応募して入選しましたとかね、そういうレベル感だったら全然問題ないと思うんです。そうじゃなくて、え、一般写真というものを一つのこうターゲットにした場合に、どこまで天体写真というのはそれに及んでいるんだろうかと。 考えたときに、まだまだそういうやり方だと及んでないだろうな。うん、つまり、逆の言い方すれば、もっともっと天体写真っていうのは極めていく余地があるんだろう、ということで、それを AB チャンネルとか、その敷域の拡張性、よりもっと広い色域にチャレンジできていくんじゃないか、えということを感じたりします。 で、そういったわけもあって、今、まあ、カラーアシストという方式で、なるべく光を集めようと。光を集めることは、えー、決して無駄じゃない。正義だという信念の下で今やってるんですけども、やっぱりその、色域という問題ですね。えこれがですね、やっぱりその、AB チャンネルないし、その RGB チャンネル、えー、まあ、露出の少ないデータを強調することでノイズが出て、それをぼかして、え拡散してしまうと、 えー、色のエッジだったりとか、まあ、広範囲のそのうねりだったりとか、いろんな部分で失うものが多いわけですよね。はい。L がどんだけ、えー、かっちり映ってて、えー、滑らかであっても、うん、AB チャンネルが、もやーっと、滑らかでもね、ぼかしの滑らか、擬似的なそういう会長で、えー、あのー、も、もやーっとしてると、どうしても、まあ、水彩画風の、まあ、あのー、 絵作りになってしまう。うん。いうことなんですよね。で、それを、そこから脱却するにはどうすればいいのか、ということを日々、こう、真剣に考えています。うん。イメージはね、自分の頭の中であるんですけども、えー、じゃあ、どうすればいいのか、っていうことを考えると、画像処理とかそのソフトウェアの小手先のそういうテクニックでは、ちょっとね、なんともなんないんですよ。結局、素材が乏しいですんで、 ごまかすとかね。うん。まあ、あの、逃げの道はあっても、逃げとか、えー、隠すとか、そういう道はあっても、結局、その、うん、そこに、こう、到達しようと思ったときに、いろんな壁が立ちはだかってるわけですよね。はい。なんで、結局、露出を、えー、時間、光をいっぱい集めるということが一番の、まあ、近道であるし、えー、それが一番、まっとうな方法なんかなという、えー、結論に至ったわけです。 で、まあそんな感じでね、LRGB 合成をなるべく光を集めるというスタンスでやっていく中で、まあ、色域を意識しながらですね、やっていくということで、色のディテールを重視して、L も AB も、あとその RGB も、それぞれその6チャンネルのモノクロ画像というのが、 えー、いかにその一般写真のそれに近づくかということを目標にして、えー、まあ取り組んでいくわけですね。はい。で、えー、今の現状というのは我々のその天体写真というのは、えー、ちょっとね、以前にこういう言い方で、ちょっと表現しました。妥協の産物というね、そういうキーワードを使いました。これはね、決して、えー、まあ、 まあ、A さん、B さんの画像が妥協の産物だよっていうことを言ってんじゃなくて、ええなんだろうな、妥協の産物であることを我々がまず認識すると。うん。なんで、ええまあ、その妥協の産物なのか。うん。それは、え画像、画像の素材が、まあ、結局そういう、いろんな情報が乏しい画像しか得られないから、え強調しても、 まあ強調したときに、そのノイズとか会長のそのトーンジャンプとかいろんなこう悪い要素が見えてくる。うん、そういったことに気づいた人が講じる、まあ、策としてね、うん、まあ難聴止まりにするというのが決して積極的ではないんですけども、えー、一つのその妥協の産物として、うん、まあ一策を打ってるんだよっていうことなんですよね。 だから、妥協の産物というものを強調するというよりも、むしろ強調したいのは、え難、ー、聴止まりにするのは理由があるんだよと。それは何でかって言うと、そういう諸々のいろんな弊害を築いている人だから、うん、そういうことをやるんだよということなんです。ちょっとね、僕のニュアンスっていうのはなかなかこう、伝わるかどうかってわかんないですけど、まあ なんかね、パッと、えー、そのブログの記事を見たときに、あれ妥協の産物って言われたぞ。妥協の産物がいけないのかな。みたいなね、えー。そういう、まあなんか、あの、パッと見たときにね、表面的に見るとなんかそういうふうに見えたりするんですけど、そうじゃないんですよね。うん。妥協の産物であることに、えー、気づいている。うん。だから、えー、まあ、難聴止まりにせざるを得ないと。うん。じゃあ、えー、今後我々が、 えー、そうならないために、そこからね、その現状から打破するために、どうしていかなくちゃいけないのかと。うん、で、まあ、えー、僕のこういう案があったりとか、別の人のこう案があったりとか、うん、CCD の, CC の感度が向上することを期待しましょうというのも一つでしょうし、うん、いや、それは自分でこういう手を打ってやるんだよとかね、遠征行きまくってもっと露出時間を稼ぐんだよとかね、いろんな方法があると思います。 はい、何せ光を集めるということがまずベースにあって最低条件ですねでそこで偽りのない素材というものを用意する、うん、そこでその素材を使ってどうするのかっていうのが、まあ、さっき、まあ、最初に冒頭で述べたその色域だったりとか、うん、そういったところですよね、うん、そういったところにその天体写真の今後の向上予知 というのがまあ、難聴だったりとか、その LRGB のその水彩画風のね、絵柄でこうごまかしたりとか、隠したりとか、うん、そういったことなしに、純粋に、うん、あ、これはすごいだろうって、うん、明らかに見てこれは違うねっていうね、そういう領域にこう、行くためにこう、必死にこう、なんかこう、いろいろ妄想したりとか、もがいてるわけですよね。うん、僕だけじゃないと思いますけども、いろんな人がこう、うん、 その壁を乗り越えようとしてる。日本の空でね。はい。なんで、えー、まあ、妥協の産物といったのは、そういった意味合いがあります。うん。そういったことに気づいてるんだよということですね。うん。そこに気づくからこそそこで、まあ、寸止めするわけですよ。うん。そこに気づいてないっていう人は、逆に妥協の産物じゃないよって、あの、気づいてない人っていうのは、どん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 会長っていうのを、会長性っていうのを無視していくわけですよ。うん。でも、それだとね、 なんていうのかなこう、ソフトウェアの小手先の勝負、うん、になってしまうんですよね。それが僕は怖い。うん、写真ってそういうもんじゃないと思うんですよね。うん、写真っていうのはやっぱりあくまでも、まあ、えー、ロケーションとかいろいろその空の条件とかもありますけども、素材というのがありき、うん、素材を得るためのいろんなこう努力とか格闘っていうものがやっぱり、えーまあ、優先というか、うん まあ尊重されるべきなのかなっていう、うん、気がしますね。そうでなければいけないと思います。はい。なんでそこは絶対にこう楽しようとか、ショートカットしようというふうには思わないんですよ。うん。<laughs> はい。だから、えー、毎年同じような対象を取ってきた、同じようなその望遠鏡、カメラを使ってやっているとですね、いい加減、うん、また同じような作品を 量産していこうという気にはなってこないんですよね。うん、やっぱり何かこう突き抜けるものがないと、うん作品をバン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 撮っていっても意味がないなっていうふうに思っちゃうんですよ。うん。そうえ、そういった意味でね、えー、葛藤してる部分で。まあ1つ。じゃあこれはどうかなってね。今回出したこうえ、彼はカラーアシストの提案だったりとかうん、そういった部分にこう期待を寄せる部分、えー、とかっていうのがあります。 なんでね、ええー、まあちょっとまとめで言うと、うん、その色域というものを、えー、もうちょっとこう拡大したい、うん。単純にただサイドのスライ,ドスライダーを上げるだけでは、えー、意味がないよということですね。コントラストのスライダーを上げても意味がない。うん、L と RGB、ね、LRGB のその、まあえー、世界の中で、 えー、RGB と LRGB の6チャンネルがあって、それぞれのそのモノクロの6チャンネルというのが、いかにこう、一般写真に対しての水準に対して、えー、まあ、及んでいないか、うんうん、足りていないかっていうのを、えー、まず知ることなんでしょうね。うん、で、その時に、えー、まあ、自分の天体素材と比べた時に、うん、まあ、何が、どういうことをすれば、 ちょっとでもそれが追いつくのかと。うん。えー、いうことを、えー、今後もちょっと考え、まあ、継続して考えていきたいなっていうふうには思います。はい。えー、ちょっとね、こういう写真をテーマにしたことをね、えー、まあ、あの、トークだけでちょっとこう、うん、表現するのは難しいですけども、まあ、そんなことをね、えー、結構日々思ったりとかしています。はい。ということで、えー、ちょっと長くなりましたが、以上です。